はお尻を相手に向けます。お尻を相手に向けて振り向いた状態で投げます。で、ボール出してみて、はい、お尻を今度向けるから、お尻を向けたら手がこう投げないといけないですね。で、上からこう投げると思って、下からこうやって投げます。その時に小指から手が動く動きが分かると思います。小指から一個難しいと思うけど、確認しながらやってみて、変わらないと。で、足はもし後ろを本当は向かないといけないけど難しかったらちょっと開いてみてもらいます。で、これで、うまくいかない人は股関節、それから肩甲骨に胸郭を刺さる。で、胸郭は上を向けるとやりやすい。これが胸郭下がっていると全然後ろ向けますから、持たれるような感じでちょっとここね、後ろ。はい、じゃあやってみますか。足はガニ股です。開いてガニ股になります。開いてガニ股です。開いてガニ股です。みんな足一番安定するのどれくらい、安定、この辺が安定するのか、しっかりと開いても安定する。はい、ズルを開いてしまったら伸びなくなるので、ね、確認をしてください。難しくてもそこにチャレンジしていかなければ、さっき言った通りな、変わらないです。楽しく野球ができなくなって、足を開いて、股を抱き寄せて、はい、じゃあ続けていってね、続けていくことが一つやし、さっき言った棒な棒なんかで個別練習ですね、やってください。で、さっきも話したかったやろ、伸びたかったらみんな平等のチャンスがあるし、みんな伸びるチャンスがあります。それを意識して変えていこうという気持ちがあれば、24時間です。家でも練習できるし、どこでも練習できます。まあ、どちらまでもね、いろんな工夫をすればね、練習できますのでね、そこをちゃんと使ってください。まあ、できてない人もしたいですけどね、頑張りましょうね。足をしっかり開いてね、今はできるっていうね、徐々にできるようになったらいいから、そうね、考えてください。みんなもできるからね、頑張りましょうね。で、今、足を開きました。で、小指から後ろにしました。で、ここで返しました。で、ちょっともたれるような感じ。それをひねった状態でやると絶対に小指からいくと思います、ね。そのわざとやって小指からいく練習してみよう。今やったようにね、どこでも練習できるわけです。で、さっき言ったように筋力、柔軟性、ね、それから神経、この3つを鍛えることが伸びる秘訣です。3つを伸ばそうと思ったらボールじゃなくてもいいわけです。ボールじゃなくてもいいし、何でもいいわけです。家の靴下でもいいわけです、ね。ペットボトルでもいいわけです。何でもいいです。その3つを鍛えて、結果的に、たまたまボールを使ってるだけ、みんな持ってる能力を失うな。あの、さっき言った地面を引っかいて、引っかく練習をしまくっていく、そのために筋力を、ね、つけていける、ね。はい、じゃあ、今やりました T 字スローも別これで、T 字のままで振る練習をしても構いません。そしていけた、はい、このね、ね、振り向いて、はい、これも同じように形は同じでいいわけね。で、振り向いてこの形の練習をしていくわけです。筋力をつけていく、柔軟性を鍛えていくために使ってもらうわけですね。はい、じゃあ次はね、壁スローといって、この左手の下側からこう
ここ左手は動かない。壁しよう。壁しよう。壁しよう。ここで先端を引き立てる。こっち。ここで T 字で返すのね。で、ここでもこう返すのね。その使い方を今度は左手の壁を使って返す。で、みんなね、足の下からボールを上げる。足の下からボールを上げる動き。で、これは 100% では返す。足の下からボールを。この動きを強くしていけば返すから壁できる 100% の壁でだから今度は同じ動き。はい、じゃあ2本いきます。あ、違います。足ほらリングするのかな。これで軽心運動もちろん使えませんので挟むことになりますから、ね、遠くにボールが入る距離はどのくらいで、はい、ちょっと見守ってください。はい、挟んで投げます。右足を前に出してください。はい、投げます。いいよ、どん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 やるしかないからね。ほんとに使ってください。はい、右足から。これでしっかりボールを投げる。で、これがもしね練習で使うので、これはぐーっと距離を取っていく。これは遠投ができますので、そのままでどんどん遠投してください。で、その遠投すること自体はすでに練習になってますので、勝手に頭が工夫してやろうとするから、この高さの腕を思いっきり投げるということだけでいいです。 あとは全部勝手にやります。これは難しくないので、距離を取っていきましょう。はい、それでは、はい、戻りながら別の練習をします。
オッケー、分かった。じゃあ、自分の3歩前に向いて、準備してください。はい、行きます。ボールの上